劇団スカッシュのゆうやでーす。今日は俺の小話を聞いてもらいたいと思って動画を回し始めました。よーゆうやさんの小話って下ネタでしょ。いや撮ってる撮ってるから今待ってる待ってる。こんにちは、劇団スカッシュだ。今日はゆうやが下ネタの話をしようとしたらとんでもない事態に陥る。断言しよう、チャンネルがバンされるわけではない。下ネタを話す前に必ず前川が止めに入る。どう止めに入るのか、それを諸君には予測してもらおう。前川は止められるのか、チャンネルはバンされるのか、それを予測してコメントしたまえ。昨日俺電車に乗ってたのよ。終電だったんだけど、なぜか俺と少し年のいったお姉さんだけがその電車に乗ってたのよ。で、その女性がいきなりあのゴマをする棒あるじゃない、あのぶっといやつ、あれを、あんまり下品な話するとチャンネルバンになるよ。話だけじゃならんでしょ。どうした、わかんないよ、運営がどう判断するかわかんないから。 YouTube そこまで厳しくないでしょ。どうしたどうした。そうかな、そうだよ。どうした、おならもやばいよ。おならやばかったら瀬戸さんのチャンネルかなり前に消えてるでしょ。パン、いきなり瀬戸さんの話出さないでよ。知らない人は混乱するでしょ。とにかく俺小話続けるよ。だから下品なのはやめなって。チャンネル消されたら俺どうすんの。大丈夫だって、どうしても俺喋りたいんだよ。どうしたんだよ。やばそうだったら止めるからね。止めてみろよ、俺は権力じゃ屈しないぞ。マジで止めるよ。権力とかじゃないよ別に。最初からお話しするね。情緒不安定。終電に俺と少し年のいったお姉さんだけ乗ってたのよ。で、そのお姉さんがいきなりこのゴマをする棒あるじゃない、ぶっといやつ、あれを自分の股に。その話はアウト。なんだその止め方、どうやってんだ。すいません。いかがだったでしょうか、予測できたでしょうか。答えはゆうやの内側から前川がたくさん手を出して止めるでした。俺たちは予測できた。なぜならめちゃくちゃ大変な撮影を終えてるからだ。どんな撮影だったかの一部は最後にお見せしよう。今日の予測できないプレミア公開はいかがだったかな。次回はどんな予測できない事態が君を襲うのか。ぜひチャンネル登録をして次回を待て。ありがとう。戻っていくまでやった方がいいかな。もう一回。ありがとう。あんまり変わんなかったからもうこの3種類のどれかを使ってもらいます。はい、まあ、細かい場所なんて分かんない、無茶言わないで。ザジさん、なんでカップなんですか。ザゴン、ザゴン料理悪いよ。うまいね。そういうこと言ってんじゃない。カップさんがちょっとすることなんて珍しい。どうぞ、ない。